30日病院に行ってからね、インスリンとかやって、230。まあ、確かにね、最近喉が渇かないんだよ。昨日あたりから。400あった時はもう4リットル飲んだけど、もう全然最近喉が渇かないんですよ。いや、薬だから、薬3個、血糖値下げる薬3個と、1週間に1回の注射と毎日の注射が、こう、そうしてるのかこれね。間違いなく。うん。230はやばいよ、これ。いや、びっくりした、俺。もう230って、俺。ああ。血糖値。ああ、じゃあバブ男さん、あるだす。ファンタスティック。あるだす、100個。あるだす、いつも。あるだす、バブ男さん、あるだす、ファンタスティック。ありがとうございます。ほんと、初日もありがとうございました、もう。アイテム。ありがとうございます。まあ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 。明日だね。明日どうなるか。これ、200切ったらね、もう、まあ、健常者じゃないけど、まあ、健常者のちょっと高いレベルになるから、200切ったら。だいたい200切ったら退院なんだよ。あとは食事療法と薬とかでもうその下げていくっていう。いやー、これはちょっとね、もうインスリン打つのやめるわ。ダメだ、ちょっと。もっと不節制しないと。明日三角コーナー丼やります。ダメ、もうこんなんじゃ。うん、ちょっとこんなに短期間でこんなに良くなるとは思わなかったんで、俺も。3、4日で。あー、ちょ、ありがとうございます。ありがとうございます。バブ男さん、ファンタスティック100個あります。100個あります。バブ男さん100個あります。ありがとうございます。200個あります。バブ男さん。200個。うん、いいんだよ、もう。俺は死ぬんだから。だから相手もよこせよ、もっと。明日俺、ね。いや、このままだと、もしかしたらできるかもよ。今、846個だけど、不破正道が2000個いったら、ね。明日、なんだっけ、柏記念やるから、昼間。それ約束だから、お前らと。柏記念やるって、2000個いったら。ありがとうございます、いつも、ほんと。バブ男さん、いつもありがとうございます、ほんと。本当ありがとうございます。バブ男さん。本当ありがとうございます。もう、本当は救世主やね。バブ男さん。まあ、医者にはかかるけどね。野菜炒め作るの、俺野菜炒めの今日ね、作ろうかなと思ってさ。もやし、人参、玉ねぎ。いいよ、注射頭に打ってやるよ。うん。インスリン注射頭に打つから、1万個よこせ。やってやるよ。俺は。覚悟決め、人生よ。頭にインスリン注射打ちますってやってやるよ。1万個でええよ。できねえだろ、1万個や。やれよ、じゃ。やってやるよ、頭に注射突き刺して。俺も覚悟を決めるから、てめえも1万個投げるでしょ。そうだろ。俺も覚悟決めんだからよ、頭にインスリン注射って。ああ、そうだよ。あ、バブオトさんあります。バブオトさん、ファンタスティック100個あります。ありがとう。100個ありがとうございます。これ10倍とか5倍来いよな、マジで。20倍とか来れば熱いんだよね、これね。